通にやってれば日本チャンピオンになれるのかなみたいな適当に言ってるわけ。それはいらない。はい、じゃあギバーズチャンネル始めていきます。今日はですね、スペシャルゲストに来てもらってます。元キックボクシング世界チャンピオンの羽賀博也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。羽賀選手はですね、ギバーズでトレーナー部というのがあるんですけども、そのトレーナー部の方でサポートさせてもらってる選手で、めっちゃ強いっすね。簡単に羽賀選手の自己紹介お願いしていいですか。元 IBF のムエタイの世界チャンピオンです。最初に取ったベルトは NJKF のキックボクシング団体の日本チャンピオンを取って、その次 WBC ムエタイの日本統一王者になって、次 IPCC っていうインターコンチネンタルの国際ベルトを取って、その後 IBF を取った形になります。お、多いですね。そうですね、今4個だから、あと1個ぐらい取りたいですよね。しっかりサポートしていただいて本当に2本とか3本ね、取れるといいかなと思うんですけど、なんでまあこんな急にフレンドリーかというとですね、実は羽賀選手と僕、中学校の先輩後輩なんですよね。そうですね、あの先輩で、僕は後輩。後輩で先輩でしょ。そうそう、僕が1個です。僕が中1の時の中2で、中学校が一緒で、ずっとそこからの付き合いで、実はね、その後の大学時代のバイトとかも一緒だと思うね。しゃぶしゃぶ丼って、石神井大統領。それあげちゃっていいんですか。もうないけど、ね、もうなくなっちゃったんですけど。そっからの付き合いで、その時ってボクシングやってなかったですね、キック。大学に入ってからはやってたので、うん、高校生の時からそこのアルバイトやってて、大学に入って高校の部活辞めたタイミングで始めました。ドンテイで一緒にバイトしてた時ってキックボクシングやってるって全然言わなかったですもんね。まず両親に内緒だったので。マジっすか。地元ではやってることは内緒だったんですよ。いろんな人から両親に話が行きそうなの。反対だったんですか、両親は。反対だった理由というのも、もともといとこがキックボクシングやってて、その時点でも親戚中が反対してたんです。え、なんで。一番ちょっとやばいとこというかは京都にいたんですけど、はい、東京行くか海外行くかみたいな感じで家を追い出されるみたいな、自分で出たのか分かんないけど、うん、そういう形で東京に行ってキックボクシングをやったみたいな感じで、うん、葬式とかあって、はい、京都とかに帰ってきた時も、お前なんで帰ってきたんだみたいな雰囲気があり、僕の兄もキックボクシングやってたんですけど、うん、僕ら兄弟がその親戚の中では割と年齢的に一番下の方だったので、うん、俺らがやるってなったらうちのいとこもなんかちょっと責任感じちゃうし親戚中僕たちも可愛い可愛いみたいな感じだったので、はい、それでみんな多分反対になるから言わなかったですね。あのヒロヤがキックボクシングが始めたなんてとんでもないと、やらなきゃいけないっていうのが見えてたから。そうそう、いつ公表したんですか。公表はしてないんだけど、だんだん分かるんでしょうね。実家に住んでた時から試合出てたんで、自分も本名で試合やってたんで、多分調べたんじゃないですかね。うちの父親が最初に気づきましたね。試合出てる時すら両親知らず。そう、言ってないし、顔が腫れてる時とかもとりあえず家に帰ったら自分の部屋にすぐ行かれないようにしといて最初に気づかれたなって思ったのが、うん、NJKF のタイトルを取った時に父親が結果気にしてたのか、おめでとうってメール来たんですよ。気づかれてたのかって思ったけど、はい、試合来てたのかどうかも知らないです。もしかしたら来てたかもしれないし、なるほどってね。そうそう、巨人の星の女の子みたいに来てたかもしれないし、来てなかったのかもしれないし、わかんないけど、タイトル取った時におめでとうっていうメールがいつ入ってたので、うん、全て繋がりました。なんて返したんですか。それ返したのかは覚えてないけど、試合後だったんです。その後ぐらいからは試合見に来るようになったんですか。おめでとうが終わってからは試合を見に来るようにはなりました、ね。すごいですね、4つもタイトル取って。なんで取れたんですか。最初の方は勝ち進んでいくうちに、うん、タイトルマッチの話が出てきた感じですよね。なんでそんな強くなったんですか。最初はやっぱりやってるレベルも差があるんで、最初の日本チャンピオンとかになるぐらいまでは普通にやってれば日本チャンピオンになれるのかなみたいな続けてれば、はい、みんなそうじゃないかなって思って。いやいやいや、そうじゃない。やめちゃったりとかあるんだと思いますけど、うん、もともとサッカーやってたんですもんね。サッカーやってました。だからやっぱ蹴りにってことなんですか。あんまり関係ないですね。もともといとこがキックボクシングをやってたから、うん、そういう道に進んだっていうだけで。でもサッカーやってたから蹴りの威力とかは関係あるとかないですか。全然蹴り方が違うんで。そうなんですか。よく言われるんですよ、蹴るものがねボールじゃなくて人になっただけだねとか。そんなに簡単な話じゃなくて全然違う競技です、ね、それは意外でしたね。似てるじゃないですか。似てないでしょ。人に言ってないわ。野球やってたらゴルフもなんとなくできるみたいなのと。あ、できるの。それは本当になんとなく、なんとなくちょっとスイングの仕方は違うんですけど、基本の型は似てるじゃないですか。わかんない、俺も野球もゴルフもやったことないから、うん、それで日本チャンピオンになっていく中で、バイト先の時に行ってなかったから、急に羽賀くんからちょっと試合見に来なよみたいな話ですよね。最初どっかの整骨院にさ呼ばれなかった、はい、それは試合の後ですね。その互い多分社会人になってキックボクサーの道行って、僕も社会人になる前だ。あれバイトだ、学生時代だ。そこまとめといてもらっていいですか。キックやってるから見においでよってこと言われて、その時に付き合ってた彼女に、ね、それはいらない。やめやめ。
嫁ミドルはそこから僕実は柔道整復師という道にいて、うん、そういった体のケアであったりとかやってますよって話になって、じゃあちょっとケアしてよって話になって、でもしばらく連絡してなくて、いきなり連絡が来たんだけど、それは一回施術した後ですよね。そうそうそう、僕は学生時代とある整骨院で働いてたんですけど、そこで一回体を見させてくださいっていうところで来て、そこから僕も今のギバスに入って 3,4 年ぐらいですよね、おそらく。 そしたらいきなり連絡が来て、なんか体のケアとか困ってないですかみたいなって言われて、あの時僕多分院長やる前かな、 やってる時で、来てくれる患者さんだけじゃなくて他のスポーツ選手だったりとかアスリートみたいな層を施術したいなっていうのがあって、あれ羽賀くんキックボクシングやってたと思って声かけさせてもらった。悪どい商売を始めたのかと思ってさ、違う最近困ってないですか全然そんなことなく、普通にそれとしてやらせてほしいみたいな話だったんですよね。そっからの付き合いでもう8年ぐらい経ちますよね、実際に関わらせてもらってから。結構長いですよね。 その中でベルト何本か取ってとかいろいろあって今に至るみたいな。最初は僕が行ってケアさせてもらってたんですけども、そこから実際にギバーズやトレーナー部が立ち上がって、今ケアさせてもらってると。今日ここで何を話したいかっていうと、そんな羽賀選手が求めるトレーナー像というか、どんなトレーナーとしてサポートしてくれたら一番いいよねとか、そういうのをちょっといろいろ聞かせてもらいたいな。それはもう別に全部理想でいい感じですよね。全然理想です。理想を言うならば、うん、同じ競技をやったことがある人の方がやっぱりいいですよ、うん、体の動きが分かるから、うん、どういう動きが必要になってくるとか、この動きでなんかちょっと自分の体の制限がかけられちゃう時とかがあるじゃないですか、うん、左右のバランスとかで。それはやっぱり多分やったことある人じゃないと分からないような、伝えにくかったりとかするので、うんうん、だから皆さんキックボクシングやっていただいてうちのトレーナーにもキックボクシングやってちゃんと体を理解してくれるとそうもっといいなみたいな。そうね、この競技をやってた人からそこのトレーナー部に入るとか、そういうのもあれば分かりやすいのかなと思います。サッカーとか野球とか、うん、バスケとかは結構やってる人が、ね、うん、多いから分かるのかなと思いますけど、うん、あんまりねマイナーなスポーツとかだとどういう体の動きをするのかっていうのがちょっと難しいですよね。しかもいろんな動きありますもんね。自分でも言葉にできない時もあるし、うん、自分でもちょっとよく分かんないのに、うん、何も分かんない人が多分分かんない。だからそういうのがちょっと難しいかなと思います。その中でいろんなケアがあるじゃないですか、うん、今まで受けた中でどんなケアが良かったとか、もっとこういう風にした方がいいのになとかってあったりします？例えば今我々がサポートさせてもらっ てシンプルに体の筋肉緩めたりとか、ストレッチしたりとか、整体みたいなことをやって体を整えるとかいろいろあるじゃないですか。あとはもっとこういう風にした方がいいんじゃないかとか、こういう風にあるといいのかなとか。もうパーフェクトです。本当足りてましたトレーナーって2種類あるかなと思ってて、フィジカルというかストレングスって言ったりするんですけど、体を強化するとかスポーツの能力値とか才能を上げるためのトレーナーと、メディカルトレーナーって言って体のマイナスをケアしてあげるとか。それはやっぱり年齢によっても違うかもしれないですよね、うん、俺はもう割と年齢がいってる方なので、うん、そうなるとメディカルトレーナーの方が重要かなとは思いますので、うん、体のコンディショニングを整えたりとか、うん、うちの方がいいですよね。なので今僕ら羽賀選手とトレーナーやらせてもらってますけども、どちらかというとメディカル寄りで完全にやってますもんね、はいはい、そっちの方がいいかなと思います。実際に今具体的に心整骨院ギバーズが羽賀選手をトレーナーとして対応させてもらってると思うんですけど、どんなことを今されてますかね。トレーナーさんがジムに来て練習前とかに体のケアしてもらったりとか、うん、まあ、すぐ立川の院があるので、うん、そこに練習前いて、うん、インナーマッスルのやつとか、そのラクトルでインナーマッスル鍛えたりとか、あれをやった後に練習とかすると代謝が上がったりとか、割と体重が落ちたりとかはあるので、うん、いいように使ってますあとは試合終わった後、ね、ケアとか、やっぱりキックボクシングなんで打撲とかが多いわけで、その辺のライフ処置をしたりとか、 その辺の対応っていうのをね、基本的にはさせてもらってるってことですね、はい、こういった形でギバーズでは本当にトップアスリートの人のケアに帯同したりとか、実際にその選手が院に来てくれたりっていうのが結構多いんですね。この動画見てる人もですね、トレーナーとしてやってみたいなとか興味あるなっていう人はですね、コメント欄含め何でもいいので連絡いただければですね、実際の現場であったりとかお見せすることもできますし、実際にギバーズに入社すればですね、そういった貴重な経験が、ね、できるチャンスもあると思うので、ぜひご応募お待ちしておりますということでですね、今日はボクシング元世界チャンピオンのですね、羽賀選手に来てもらって対談させていただきました。この動画見てですね、いいなと思いますね、チャンネル登録高評価、そしてですね、公式 LINE 登録してもらうとね、いろんな特典ついてくるんで、そちらの方もぜひよろしくお願いしますということで、羽賀選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。